構造屋の仕事っていうのはやっぱりその衣装でこうシュッと線を描いて CG でやるのと違って、うん、やっぱり一本の線が実際の柱と梁になって断面になって、はい、で地震が来た時に本当に壊れるっていうことの、うん、そうですね、ことを保証するという、はい、もう命ある意味命がけの仕事じゃないですか、うん、そこはだからね本当に何だろう芸術とっていう話で簡単に言うけども、うん、やっぱり芸術者の持っている、まあ、ミッションの大きさっていうのね、うん、特に日本は台風とか、うん自信があるわけだからそれをやっぱりいやそういうことを踏まえながらでもこう寄り添っていくっていうのはやっぱりすごいと思うんですよね、うん、で逆にだからすごいからそんな仕事やりたくないんじゃなくてだからだけどその中にすごい面白さが実はあるっていう面白い形をやりたいから構造やってるっていうむしろやっぱりちゃんと建築基準を守ってそれで安全な建物を作っていうのが一番最初にやらなきゃいけない、うんうんときアクロバティックなことをやりますけど、うん、まあできれば普通に柱を立てたい若い頃は寝れないこともあったね台風が来るために屋根飛ぶんじゃないかっていう、うん、本当に寝れないこともあってそのありますよねあるドキドキしますよねそうで何回かそういう関係で何も起こらないと妙にそれが自信になるいや本当だよ自信があってもやっぱり何もなかったなっていうそんなに設計で考えてる強い自信はないんですけれども人間に対してこうやって設計しておけばまあ一応オーソライズはできるっていうか求めているものがあるんですけどそれをその自然は許してくれないですね必ずしもそこであまりにもその、要するに舐めてしまうとですねいきなり壊れちゃったりとか地震で倒れたりとか人が死んだりしますのでそれはこちらがある程度自然の声を聞いてあげて、その人間のクライアントに伝えてあげなきゃいけない構造の方からもやっぱり安全だっていう話とあと、まあ、メンテナンスって本当にしなくていいのみたいな話も聞かれるわけですよね、まあ、衣装設計者で木造をたくさんやってる人であれば当然答えられるんですけど耐震性についてはもう設計を性能設計なのでコンクリートと同じようにちゃんと設計しますっていうことを、まあ、エンジニア自ら伝えるっていうのは安心材料になるかなと思うんでできるだけ一緒に行くようにはしてますね、まあ、建築家はある程度構造の知識持ってるから説明しても分かりますよね。でクライアントにねどうやってそれ説明してでまあ多少コストが上がるからそのコストも用意してもらってだけどこの方が間違いなくいいですよっていう説明をするっていうのを、もうここ7、8年かなそういうことを失望者もしてやってきてでその時はね模型じゃなくてですねビジュアルの建物が地震の時にどう揺れるかっていう映像を見せるんですよ。で普通の基準法で設計してる場合とダンパーを入れると揺れがどのぐらい違うかとかね硬い方と柔らかい方と思っていただいて結構なんですけどで全くくっつけてないでこれはがっちりとくっつけた場合でこれがそのまあ、適当ちょうどいいぐらいのダンパーでちょっとだけダンパーみたいなでそれ同じ地震を作用させてあげるともう揺れ方が全然違 もう端っこの2つなんてめちゃめちゃ揺れてるんですけどもうダンパーの付け方がいいダンパーで付けておくとそんなに揺れないみたいな何やってるかっていうとその制振部材があるかないかで要するにこの2つの建物をこのそれぞれ単独に地震かけるとすごい音が激しくなるんですけどこの揺れの違いをあえてこっちを硬くしてこっち柔らかい状態にしておいてあげてダンパーでつなぐとそのこの建物の音がすごく同じ地震に対して減るんですね。だからまあそれの原理でいけばまあ一応こいつに使う耐震に必要な量が減らせるからさっき言ってたその外にベタベタつけるような耐震補強がいらなくなるんじゃないですかっていう提案をしたんです。カレーでタフなことデザインっていうのを一応キャッチフレーズにしておりましてですねカレーであってもタフでないと生き残れないんです。
ですね。でタフであっても美しくないと意味がないっていうのは、実際の基準法で求められるスペックより少しだけこのピンのところの強度を上げてたんですよ、スペックを。そこを割り増していて、で結局、自分たちとしてもどこがその重要になるかっていうところが分かっていれば、そこの体力を上げてあげればいいっていう、その設計自体として、設計のそのシステムとしての、思想があって、でそれでも不安であれば、どこにこうその余剰の分というか、そのマージンを見ておくかというのは、そこは多分設計者の判断すべきところで、基準法というのは石田さんご存知だと思うんですけど、建物が倒壊しないことを保証しているだけで、財産を守ることは保証してないんですね。特に大きな地震が、ね、あった時には、要するに入れなくなっちゃうんですよ。いわゆるレベル2の地震ってね、500年に一度って言われてるんですけど、しょっちゅう来てるんですけど最近。でその地震に対しては建物が継続使用できるようにしようと。でそれは基準法レベルよりもちょっとワンランク高いんですね。だけど予算は結局基準法ギリギリしかないので、はい、それをどうやってそれをレベルアップするかっていうところが、腕の見せ所というかですね。で昭和25年に、ちゃんとした今の建築基準の元を作って、その時に初めて壁の量をいくらにしなさいというふうに決めてきたわけですね。日本の基準というのは地震が来るたびに調査をして、ここが目立ったところの重大な被害を対する対応策をこう決めていってる、ね、海外に行くにあたって一度その水平力から解放されたいっていう意識はあったんですよね。要は台風とか、地震とかっていうもの、なぜかっていうと、やっぱり日本でいう構造計画っていうと、どうしてもその耐震計画に近いものがそのまま建築の在り方に関わってくるとか、フレームで解けば解放されるとか、壁が入れればこう閉じてくるとかっていう、単純なところから形態っていうのはなんかおのずと決まってきてしまうんだけれども、じゃあ水平力がないときに構造っていうのはどうあるべきなのかっていうことを考えることで、もう少し純粋に今見ているもの、今見ている状態の重力だけでできている状態っていうのがほとんどなわけじゃないですか。地震っていうのは当然来ますけど、ある一時の、だけど実際我々がこう楽しんでいるというか、こう日常生活を送っているのは重力の中でできている空間なわけですよね。ニューヨークがそうなってるからって東京同じじゃないからね。あんなその岩の上に乗っかってるようなものと、こんな粘土の上に立ってるようなものとね、全然違うんですよ。だからこれはね、近い位置になんかあるとみんな度肝を抜かれて、そんなはずじゃなかったみたいな話が起きるんじゃないかっていう。だからね、僕らはそのいわゆる想定された外力に対して物が壊れないかどうか計算して大きさ決めたりとか、なんかそんなことがなりわいになって思われてるかもしれないけど、本当はそういうその力学とか安全とかっていう視点から、町には何が必要かとか、どういうものを作らなきゃいけないかとか、人間が住むっていうのはどういうことなのかとか、なんかそういうことをもっと他の分野の人と一緒に考えなきゃいけないんじゃないかと思う。合理的に、構造を合理的にしてください。そういうふうに言われると楽なんですが、ただそんな合理的な構造で最終的に建築としていいものになるっていうケースがほぼないんですよね。そうするともうやってる作業というのは、構造の合理性をどこまで崩すかと。やはりそれ一歩間違うと、もう構造設計者としてもう何をやってるんだと言われるわけですよね。なので私自身もそういう非合理性を、構造がある一定の非合理性を持った場合に、なんでそういう非 この構造的に非合理的なことをしたかっていうのを、必ず説明はできるものしかやらないですね。これはこういう理由で、ここはちょっと非合理、構造的に非合理になってるけども、逆に構造以外の分野、衣装だったり、あるいは設備だったりとか、
環境に対してこんなにいいことがあるんだからここは構造の合理性を寄与してるんですという。だから亡くなられた川口守先生もよく言われてたんですけど、あの計算屋じゃないんだよと、ね、だから計算屋はもうコンピューターに取って代わられる、それは AI でもできるし計算でもできるけど、構造設計ってのはそうじゃなくて、そういうその元々の力の原理を理解した上で建築家とコミュニケーションして自然の声を伝えながらどういうふうにその形を作っていくかって、その最初のところがやっぱり人間しかまだできない。なんかみんなこう決まったものをこうその後あの何かあるルールに従って処理していくんじゃないかっていうのがあると思われがちなんですよ。だけど、やっぱりこう物を作っていくっていうのは、あの例えば構造のシステムを考えるっていうことは、そこは、これが絶対に正しい解釈というのはなくて、あの個別性なんですよ。だけどじゃあ建築のデザインはみんな個別性じゃないかっていうところが、そうじゃなくて構造はもう一個は要するに力学という絶対的に守らなきゃいけないというか、もう従わなければいけないルールがあるんです。だからひとたびじゃあこういう構造のシステムを作りますって言った時には、それに対してどういう力が勝ったらどういうふうに挙動するかっていうのは、これはもう誰がやっても同じなんですよ。そこ僕普遍性って言ってる。でもっていうとね、構造のシステムを作るのは構造解析の問題を作る行為なんです。でこれ右側に書いてあるのは、例えば荷重グレードの設定、試算、略算、応力、断面って書いてあるのは、あれはできた問題を解くんです。問題を解くと必ず答えは出ちゃうんです、問題があれば。だからどういう問題を作るかっていうのが構造デザインで、で上手な問題を作らないとスマートな答えが得られないんです。建築家は問題のアイデアはくれるけど、実際に構造として解くべき問題を作るのは我々なの。その問題をどう作るかというのが構造デザインだと。だから坪井先生の代々木体育館のこう釣り物に対して合になってるこういう局面があるためのやつで、本当は全部こっちのメインのやつもこっちの方も全部釣りでやりたかったっていう話を聞いたことがあったけど、そうすると実は成立しなかったとかっていう話があるから、しその釣った時のこう鈍い曲線が丹下先生が嫌いで、だからそれはこういうふうにカットしたこういうもので作った。でそれをその坪井先生ができた時見に行った時に、なんかそのなるほど、正解は真理の近傍にあるっていう話をして、でそれがだから、正解は真理そのものであるって言われちゃうと、だからもう真理を射抜く人間が一人いたら以上終わりなんで、あとはもういらないね。で多分それが、今にして思うと、その建築が時代があります、それから組み合わせがあります、チームの組み合わせがあります、予算がありますがあるから、そのいつもなんかベストベストベストをつなぐものとはちょっと違っていて、いろいろな組み合わせが出る。だから結果的に正解って言われた時に、その時代が変わってももう正解も違ってくるし、木村先生の時代って特にそれがね、戦争っていうのを体験してるんで、自由っていう、はい、彼は非常にフランスの喋られるぐらいの人だったんだけども、はい、あのフランス流のね、こう自由主義思想って言ったらいいか、構造がたまたまこう計算できないとか解けないっていうことでもって、自由にならないとかね、材料がやっぱりまだ自由に使いこなすの自由にならないとか、あるいは社会その仕組み、需要供給の仕組みでその自由にならないとか、いろんなそういう矛盾があるわけだよね。それに対して前川さんがテクニカルアプローチっていうことで、まあそれを木村さんに託したらしいんだけども、どうそのそういう自由度を拡大していくかっていう、それが僕の使命だっていうようなことを彼がずっとおっしゃってた。まあ木村先生は本当に偉くて、昔はね、まあ、建築家だから知ってるんで、昔で図面上をね、建築家の名前しかなくて構造がいないんですよ。確認申請も構造名前いらないよね。で世の中に建築とか構造とか、まあ言い換えると設備とかのとこ全部建築家が設計してるような世の中の認識なんですね。それをきっかけがね、実際はずっと前、木野先生自分の名前詰め書かないと設計しないんですよ。木野先生始まったの。でも世の中に普及はなってないんです。世の中に構造設計者といるというのはね、したのはね、姉派なんです。
姉葉さんっていうその人は12階建てのマンションを設計するのに大体もう76万円ぐらいで設計しちゃうのね。で、こう計算してそれでそれも計算したものをとにかく安くしないとダメだと言うんで、クライアントが不動産屋がね、とにかくお前とはこれこれこれ何でもいいから安くなるようにやれと言って、それで自分が売るときはやっぱり同じ値段で壺120万とか200万で売ってるくせに、そのエンジニアに対してはほとんどただみたいなことで、それで非常に短期間にやらせてるのね。建築って一言で言っても本格的な建築を作ろうという人と、単なる建物として不動産屋としてなんか何でもいいから作ろうという人、2種類あるってことをはっきりとしないとダメだね。で、一方のその不動産屋的なものになると僕たちには一切関係しないじゃない。それからこういう人たちもそうなんです。そういう仕事はやってないわけよ。ところがじゃあ仕事やってないけども、そういう仕事をやってる人たちがいること自体をどうしたらいいんだっていうのは誰も答えを出してくれないのね。そういう世界が あることもみんな知らんぷりしてるのね。だからそれが問題だと思うね。そういう二重構造をそうじゃなくて全部なしにちゃんとしたいい社会に直してあげたいと。本質的な問題をちゃんとほじくり返さないと、もういや今でも何かやってると思うのよ。何もその花事件と関係ないところでやっぱこんなことやってると思うのよ。そのコンピューターという道具を我々が手に入れ始めたわけですね。それは一見構造設計者にとっちゃ楽になっていいじゃないのっていう、そういう考え方もあって、僕らが若い時は構造計算しようと思ったら一生懸命タイヤ計算機回して手で計算したりなんかして、えらい手間がかかったのがあっという間にできちゃうと。でそうするとその相当時間が余るから、その頃はこれはいいぞと、だいぶ楽できるさと、余った時間なんかいろんなことやってみようよというような、そんな期待があって、まあ、将来は本当構造設計なんていうのは楽な仕事になるかなと思ったのが間違いでやってみると、結局その短時間でできるから報酬もそんな高くしなくていいと、まあ、コンピューターのソフトを使うのと、あとはもう紙代となんかで終わりじゃないかみたいな。で報酬がどんどん下がってくると、その業務としてやろうと思ったら維持するためにたくさん抱え込まなきゃいけなくなる。そうどん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 その仕事の件数だけは増えていく。